わ、かなりきついね、このカーブ。カーブじゃねえや、坂。これやばいね。車の、特にオートマとかできたらこれやだね。危ないよ、この勾配は。しか、凍ってたら死んでたね、俺。本当にこれやばいじゃん。カーブきついし、勾配きついし。あ、なにこれ、凍ってそう。あ、凍ってそう。これ、凍ってるでしょ。ちょっと黒いんだけど、路面が。危ない、危ない。一応水を打ってるけどね。ちなみにこの水をグルービングって言うんですよ。縦グルービングだね。やばい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 。一気に下るね、ここ。ここさすがに凍ってねえか。上げてっか、ギア。気温がちゃんと高い時に来たら、ここ結構カーブとか楽しめるんだけど、この状況は楽しめないよ。きついわ。めっちゃ出るな。信号機あんのか。うお、きつ、この勾配。うわあ、一気に観光地っぽいね。いいね。てかバイカーにね、バイカーじゃねえや、ライダーにね、一回も合わないね。やっぱ来るべきじゃないね、今日みたいな日は。あ、いた。行ったそばから発見だよ。桜咲いてんのか。あ、梅か。早いね。まだ1月中旬だけどね、梅咲くんだ。あ、くっさくっさ、前の車がこれ、ブレーキのね、あのパッドかブレーキのディスクかなんかが焼ける音、焼ける音じゃねえや、焼ける匂いがすげえきつい。あ、違う、これ花火やってる。火薬の匂いしたけど、まあ、何が何だか分かんないけどね。とりあえず臭かったね。ナイスオーシャンビュー。ポリース二人乗りのポリースいたよ。マジかよ、見られてんね。うわ、すごいね。すごいね、すごいよ、この坂。結構だよ、これ。あ、ナビが死んだ。やばいね、携帯の充電器が切れてナビがね、使い物にならなくなっちゃった。やばい、道迷った。しかも相当な激坂だよね、ここ。いや、すげえわ。こんなとこ団地あるんだ。あれ、あ、これ終わりそうだね。終点の予感がするけど、絶対道間違えてるでしょ。いやー、なんか俺たどり着けない気がしてきた。絶対ここじゃない。一回戻るか。てか携帯の充電器切れるってマジかよ。なんか雪降ってきた。マジかよ。マジかよ。これ違うね、絶対に。もう地名が違うもんね。これ間違えてんね、道。そっか、展開すっか。しても熱海も狭いね、結構街がね。狭いわ、あれにちょこまかしてっから。すごい、道迷うわ。言うてこの道何回目だよ、通るの。ぐるぐる回ってるだけだよね。着いたー。ここ、ここ、ここだよ。4分ほどに湧くんだったらな、他楽
短スパンだと入ってるかな。来た。さて、グッバイ熱海。なかなかいいね、熱海。今日はなかなかのね、温泉日和だったね。寒いからね、生き返るっていうのはね、こんな感じなんだろうね。リバイブしましたね。まあ途中ね、雪降ってたりね、結構びっくりすることもあったんですけどね、まあ、最後にこの綺麗な景色でね、終わりました。ご視聴ありがとうございます。こんばんは、アルバイン隊員です。熱海ツーリング編、前から後半までのね、投稿の間がこれ約5ヶ月と、まあ、長らく時間が空いてしまいました。本当に申し訳ございませんでした。まあ、この間 VFR にもですね、いろいろなことがありまして、まあ、具体的には消耗品を変えたりだとか、まあ、パーツを付け替えたりだとかですね、まあ、VFR ユーザーならばきっとですね、気になることもたくさん動画にね、これからはしていきそうです。またね、これからペースを上げてですね、まあ、インプレ動画とかをね、ガンガン作っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。はい。